はい、今日は色川自然素材クラフト美の日ということで、このチャンネルでは2回目の発信になります。色川で、手作りでものづくりをしようということで、前回はこちらわらぶきの小屋を作ったんですよね。そして、今日は徳森くん、はい、今日はどんなことをしますか？今日は、うん、まあ、毎回こうテーマの素材を決めてやってるんですけども、今回はまあ藁、前回に引き続き藁を使って、ね、今回はあのうちの田んぼの脱穀がちょうど先月から今月の間に終わったんで、この結構いい藁がいっぱい、そうそう、たくさん取れたんで、うん、まあ、それ使っていろいろやろうかなというところで、おお、まあみんな思い思いに何か作りたいものを持ってきて作ってもらうという感じでいこうかなと思います。鍋敷きやったりとか、うん、藁草履、そうですね、草履とか、うん、なんか、うん、うさぎ用のチグラを作りたいとかいう人もいれば、円座、うん、これに近いけど、これ あの座布団みたいなのを作りたい。僕は今これちょっと立ち上げて箱というか入れ物みたいなのを作ろうかなと思って。へー、またかっこいいものを作ってますね。僕は、簡単なこれですね。じゃーん、完成がこちら。素敵な鍋敷きを作ろうと思います。あ、徳森、これがチグラっていう猫ちゃんのお家。これなんかヘルメットみたいやな。衝撃に強いか分からへんけど。あ、円座もある。おー、かっこいい。皆さんも藁が手に入ったら一緒に作っていきましょう。ああ、締め縄もあるね。うん、それは1年前のやつ。まずはすべ取りから、この袴と言われるこの横の部分を取っていきます。これも使うもんね、後でね。うんうん、じゃあ、こいつを叩きますか。わら落ち。これ、どうしてこれするんでしたっけ？まあ、柔らかくするのと、うん、あとはまあ強くするみたいな感じで、うん、まあ、なりやすくなる、強く。次はこの取った葉っぱをなんか丸くするらしい。丸くする。この葉っぱでまたこう巻きながら丸くするという、うん、ことですね。そうみたい。うんうんうん。大きさはもうこの時に決まるらしいので、自分の作りたい大きさに巻いていけばいいと。もう入ってるやん。早いやん。よし、できた、うん、中の部分完成。これ面白い。次は縄内、3本ずつぐらい取ってここは結んでおこう。これは藁と手がちょっと濡れていた方がやりやすいです。そして右手を
上から下にこう日本が交差せんようにね、日本が交差はしてないですね、これ、うん、ここで回ってるだけで寄りかけて、ね、で下のやつをまた上に持っていって、あ、寄りかけて下のやつを上に持っていってるだけですね、うん、交差はしてないから、なんか一回分かったら分かるんですよね、うん、そう、一回ね、あ、こうかってやったら別に足すときは、はい、なんかどこに足すとかってあるんですか、厳密に言うと、ここの辺に足して、あ、で、もう、あ、最初結びが分からんから巻き結びしてる、まあどんな結び方でもいい、うん、から最初結んで、あ、ちょっと残しとくんやね、上の引っ掛けるところ、うんうん、なくてもいっちゃいいけど、それを作るときはこれをちょっと残すと、うん、じゃあ最初は何結びでもいいけども、巻き結び、これ得意の巻き結びいきますよ、こう巻いていって、とっくり結びともいきます、これバッテンできますね、こう巻いていけば、バッテンで、この上に行った方、今巻いている方を次はこのバッテンの真ん中に通します。藁やったら見にくいけど、わかりますか、バッテンの真ん中を通ってます、これできつく締まります。あ、でもここをもっとな残さなあかんかった。はい、こっからですよね、問題は。これをこうして、こっちに通して。うんうんうん。これを。ぐるっと行って、うん、こうぐるぐる回ってるんじゃなくて、うん、バッテンになってるんですね。バッテンになってる、ね、はあはあはあ、これぐるぐる巻くのを最初逆にこういきますね、逆に、そして巻いていくんですけども、ここバッテンに行きます、こっち、そしてこうなって、こう逆に行きますね。で、そしてここでバッテン、こっちに行きますね。そしてここで逆に行きます、こうだな、うん、バッテン逆、バッテン逆の繰り返し、はい、なくなったら縄を足していきます、見せて、はい、おー、あさちゃんはすごい、え、うさぎの、うさぎの隠れ家、おうち、うさぎちぐら、うわぁ、手早く作ったなぁ、これ所要時間約1時間、よし、これ本当いいよね、ねえ、もう居心地良さそうに寝てるやん、うわぁ、かわいい、すごい、綺麗、完成高いな、綺麗に作ってるわ、ほんま、おいしい、
お、ついにやっと一周した。どうすればいいんかな。自分もよくちゃんと分かってる。ああ、トクモリのやり方で。うわ、ぎっしり詰まってるね。買った。すごいねこれ。寸胴とか起きる。うん。これはいいね。こんな感じ、ね。こんな感じ可愛いよね。この藁の、うん、なった間に通す。結構なんか藁細工してて有用な、なんか技やなって思ってて。なるほど。どいて。つけて。縄に沿って巻いていくわけよ。つけて巻いて。程よいところでまたこの。中に入れるとやっぱこの摩擦であんまり、うん、動かない。そうそう、動かなくなる。あれ、ほどいて巻いてるのは1個だけなの？うん、両方やると多分太すぎて、うん、なんか見栄え悪くなるやつから、うんうんうん、これで出っ張り切ればある程度形になるかな。おー、できたね。ちょっと切り揃えてみよう、うんうん、こんな分厚く作ろうと思ってなかったできました。イエーイ。かわいいのができた。かっこいい。いやー、また一つ素敵なものが家に増えた。吉田さんの作品。はいはいはい。うわー、これもすごい。鳥の巣みたいな。見てくださってありがとうございます。今回はこちら、徳毛利が作ったこの鍋敷を買いたい方がいたら、これおいくらで？3000円でいきましょうか。はい、3000円でお買い求めいただきます。で、欲しい方は、概要欄からメールを送ってください。はい、サイズは20センチちょっとぐらいですかね、外径が。はい、また何か売りたいものがあったら、もしかしたら概要欄に書くかもしれません。徳森ありがとう。ありがとうございます。イエーイ。